はい、古墳公園とね、赤堂山古墳、どこあんねやろな。ここ、これか。これ違うな、これ白川ダムでございます。白川ダム。名前がよろしいですね、白川ダムね。ほら、大きいね。ずっと一周回ったんだけどね、車でね。お、ここ行かれへんのかい。こんなんです、ほら。もう魚釣りしてるところで。結構、せっかくあんのにね。行かれへんねんね。いやー、いっぱい魚釣りしてありますわ、これ。いや、大きいダムでございますね。思ったよりも。古墳、古墳。古墳はどこや？堤防ずっとすごいね、これ。ずーっとね、これ、1キロ以上あるかもしれない、向こうですね。古墳に来たんですけどね。白川ダム、ここは下が降りるかい、これ。いや、誰もいない。下降りますよ、これ。下古墳があるのかもしれないね。ちょっと降りてみましょう。よし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 。その滑り台も降りる？嘘。どこ道ないかね。あ、左から行けますよ。ここから。滑り台ではちょっとね、ここの道ずっとあんねん。ここやね。古墳が見当たらへんですね。古墳公園ですから、どこあるはずなんですけどね。これ。おお、滑り台が、長い滑り台がね。これ分からないんだな。まあ、こっちと上がってみましょうか。古墳公園の古墳がなかったらやだ。ちょっと、ね、何段目降りてきたか分からんね。あら、ここに車止めれたんだ。あ、これが古墳ですわ。古墳の形してます、これ。これね。総墳ですかね、これ。どこに行くか何かないかね。あ、ここにね、看板があるんだけどね。ちょっと見てみましょうね。はい。あ、ダムの看板でしたわ。ダムやね。ここの上から眺めるのはどうや。これはやっぱり、あの古墳やけど、高松塚みたいに上からね、下にあんねやろな。あ、ワニか。あらあら、ワニでしたか。この辺の古墳は、あの、天皇陛下とかそんなやじゃなくてね、ワニ氏やから、ワニ氏の墓どっかあったな。ワニとか言ったら近いんだろうな。山の上にね、古墳が残ってなかったら分からなくな。一遍見に行った。お、これね、これはね、いっぱいあちこちあるんですよ、こんなやつはね。ね、昭和の時代にほとんど壊されたんだけどね、こんなやつね。ここに土をこう持ってね、あんなふうにね、盛るんですよ。あ、コマだね。ね、これちょっと小さいけどね、小ぶり。ワニ、小倉のに3号本。いつ作ったか分からない。これもね、これちょっと大きいんですわ、ね。これ2号本。もう分かりませんよ、これ。高さが下から言ったらね、3メーターほどで。で、これが方墳やったら、方墳、これ円墳やな。円墳やったら10メーター。
奥行きがどこなのかな。でね、奥行きがフルラインやわ。ああ、こういう感じやから、総本かね、これ。直径で10メートルぐらいあるかもしれないね。あ、ここなんかありますわ、説明文が。これ見落としてたね。ロフト帰りましょう。はい、古墳が3基4基あったかね。ちょっと下がね、濡れてますからね。1、2、3、4、4基か5基はある。